葉の上に立っている希望の光。始まりましたね。あれ、あ、どうした？トントンチャラリンパラリラリンランリン。ほっ、こんばんは。こんばんは。何かしました今。え、タイマーピー。このタイミングで。このタイミングでね。今ちょうどね、はい。ちょっとなんか今音がしましたけれども、はい。ファンヒーターがね。妖艶に出てこようかなと広井さんは思ったみたいです、ね。ちょっと機械がトラブってる。機械っていうのはこれファンヒーターね。ファンヒーター今ね。時間延長しないとですから、ね、はい。はい。これこれ、はい、これ山田さんからプレゼントしたんですけど、いただきましてありがとうございます、はい、皆さんこれ見てなんだか分かります？分かりますか？分かりますよね、山田さんは、まあ、皆さんも Facebook などでご存知かもしれませんが、はい、村上に遊び行ってましたね。そうなんですよ。あのロケ、実は旅所のロケに行った日が、うん、はい、うん、歩くんがオリンピックで出場する日だったんです。ロケ行った日が、ロケ行った日がね、はい、で、どうなるかっていう街中が、はい、で放送の後にも気になって、あの今村上人形様巡りやってるんで、はい、行ったらですね、はい、何してたの、今こういう感じで来るのかな、うん、はい、これいただいたんですよ村上の方から。そうなんですか、まあ、あの限定だそうです。いや、え、限定、違う、山さん買ってくれなかと思ったの、これ。ああ、いただいたの、まあ、いただいたの、 あのね、う、買うって言ったんだけど、うん、山田さん持ってってって言われて、これ平野歩夢って文字が入ってないけど、ないけど、まあ、は、入れられなかったんだろうね、いろんな事情でね。そうそう、いろんな事情で、なので、でもね、うん、もうレアもんですよ、うん、もう。そうですね、いや、ありがとうございます、うん、まあ歩夢の代わりはしませんけどしませんけどね。いや、もう中学卒業だわけでしょ、そうそうそう、彼もそうね、なんか卒業式の風景出てましたよ。何最近話題に上がったの。 やめましょうよ、週刊誌ネタはいや、かわいそうとか、やっぱ人気者になると違うんだなと思って。だってお母さんほら病院とかさ、あの銀行とかにね、はいはい、置いてある週刊誌とか見ると、うん、あ、何歩夢くんどうしたのみたいな、ね、なりますけど、あ、もうこういうこと書かれちゃうんだななんて。すごいね。ね、で中学卒業してもほら村上市内の高校に進学するということで、うん、ね、まだ地元の方は嬉しいじゃないですか。すごいスターですよ、もう。ね、え、じゃあ会えなかったんだ。会えなかった。パレードの時行けなかったです。 あららららら。で、僕がお邪魔した、まあ、はい、ロケでお邪魔したお店に歩夢くんが、うん、僕が行った後に来たそうですあー、もうもうね、ねえ、まあ、こういうあのお土産もいただきましてありがとうございます、はい、大事にしたいと思います。オリンピック終わってからもこういうことがまだ起きております、はい、で、またちょっと隣に山田さんの大きなお腹を、あ大きなお腹っていうか、まあそうね、ちょっと大きなお腹。誰ですか、君なら着れるって言った君なら着れるっていうかね、これは山田さんが今あのまだ延長してね、延長で三越 の、はい、あの新潟コーヒー問屋さんで、うん、展覧会をまだやってるんですけどね、はい、これね、僕、まあ、猫の絵を描き始めたら、はい、ある、まあ、そのコーヒーショップのね、はい、社長さんから、うちで展覧会したらどうだとかって言ってもらって、はい、で三越さんでお世話になって、で、それでね、はい、三越さんの近くに、この番組にも出ていたラーメンじゅんさん、ああじゅんさんね、何しようとしてるんですか。いいですよ、私のこと気にしないでください。じゅんさんが人情横丁でお店を出してるので、丼のね、そうそうそう、ご飯食べに行ったんですよ、はいはい、たら隣に僕と全く同じ顔をした人がたまたまいて、はい、その人がこういう T シャツを作ってるっていうんで、ああおさむさんだ、そうです、今度出てもらえますか。そうそう、アデコーデンね私のアデコーデンの T シャツ作ってもらおうよ。ああ本当だね。えそれで作ってもらって、うん、これサンプルなんですよまだ。あ、サンプルなの。はい、え、またこれでおじさん儲けようとしてるわけ、この山田さん。これちょっとね、これはね、社会貢献できたらいいなと思ってるんですよ。あ、そうですか、はい、ね、君ならできるって、うん、じゃあこれいろんなバージョンができるんだ。そうですね、そういうふうにも考えておりますが、はい、だんだん、つまりね、猫が一人歩きしちゃってしてるんですよ、うん、いろんなところで。あら、やっぱ猫だね。うん、猫あちゃこちゃ ねやっぱあちゃこちゃ行きますもん ねだからこの猫のおかげでいろんなご縁をいただいて、はい、いろんな形が生まれてるので、またなんかなりそうですよ。そうですね。じゃあこれまだ
試作品なら本番が出来上がった頃にはおさむさん出てもらいましょうよね。そうしますか。うんうん、そうしましょう。 T シャツ持ってまたね、ハンチングに眼鏡、うん、僕そっくりなんですから。体型もそうよね。そうおさむさんに悪いけど、キャディーさんですか。パーンいやいやいや、私なかなか、私よくないこれちょっと。似合う、似合う、似合うよね。うん、軽く今一瞬昔 ET って座ってたなと違う、私あれかと思った。あのほら、またヨシカのほらあるね。あるでしょ。かぶりも似合うわ基本的に。かぶり物が似合う、うん、はなんかキャラクターにもなろうかなこれから、うん、だってアフロもね一回ね。あ、アフロね、あれもなかなか楽しかったね。ハンナさんのような。そうそうそう。ハンナさんごめんなさい。ごめんなさい。今度ごめんなさい。じゃあ今日はキャディーさんで。キャディーさんで行きますか。行きましょう。はい。はい、では3月今日10日。はい、10日です。新潟めっちゃ寒いです。めっちゃ寒い。本当ね。また雪降ってます。はい。皆さんどんな今お過ごしなんでしょうか。そうね、卒業式シーズンだって明日ほら高校入試だし新潟県は。うん、うん、ね、ぜひあの受験生の皆さん、はい、あでこで見てないで勉強してください。うん、そうかな。アーカイブでね。はい。じゃあタイトルいきましょうか。はい。山田満、松井ひろえ、あでこで。この番組は異色亭方正丸、串屋風鈴、美容室中山、守る建築株式会社、ナチュラルグラス工房の協力でお送りいたします。はい、はい、さあキャディさん今日も声が調子がいいですそうですね、はいはい、声高らかに参りたいと思います。はい、はいはい、さあ今日のゲストですけども、はい、本日のゲストはこの方です。はい、つばめ市産業資料館主任学芸員でいらっしゃいます、うん、斉藤雄介さんです。どうぞどうぞよろしくお願いします。すいません、ゲストが違うんじゃないですか、はい、ゲスト違うんじゃないですかゲスト違うよ。ちょっと違いますね。なんかどうしました。何、これ何年前のどっちが本当、あ、どっちが本当って、まあ、あなた、あなた誰これ3週間前のこれ僕。嘘、嘘、本当に3週間前。ちょっとネクタイも一緒ね。うん、ネクタイも一緒。ちょっとこの格好で来てくれてるけど、あ、ちょうど一緒なんだ。それでなんかこう3週間前。この時すみません、体重おいくつぐらいだったんですか。この時で、はい、でも体重変わんないから78ぐらいじゃないかな。78。あ、あまりか、髪型のせい。髪型で。いやいやでもいやじゃあ、そう、うん、おー、すごいね、なんか違う感じしますね。なんか違う感じする。やめて謝罪会見とか噛み切ってね。そうよね、されてればいいかな、なんか本当に感じ違いますもんね。全然違いますよ。どうしよう本当に、私この辺からもう怪しさムンムンで怪しさムンムンなのに、なんか肩書きは随分また ね、お堅いお仕事のような気がしますけれども、はいはい、まあ、今日は、うん、まあ、あの斉藤雄介さん、はい、まあ、インディー斉藤でも多分、新潟県内は通っているか、まあ、全国各地に渡っているかもしれませんけれども、はい、もうぜひあの皆さんツイッターなどで、はい、質問ガンガンください。インディー斉藤に関する、はい、ね、武勇伝などいただければ、うん、もうなんかインディーって来てるみたいですよあ、インディーって、あ、皆さん、まあ、ありがとうございます。本当にそんなみんな好きなんだインディーが、もうやめようじゃん今日この番組も。みんなそんな好きなんだね。もうやめよう。インディーさん来たーって待ってましたーって、ちょっと、いやー、どうします。何このでもこれみんな、え、いや、インディー、あ、いやー、すごい、え、女性男性ありがとう何これ、ありがとう終わろう今日、終わろうね、うん、ういやでもこういう調子だとそうなんですよね。まあずっとこんな調子かもしれませんけど、うん、いやあでこうで来なきゃよかったって思わせるのが私の仕事ですからいろんなこと聞いていきましょう。そうですね、はい、そうですね、はい、ではこの方ずっと喋ると思いますよ本当にね、はい、延長覚悟で参りたいと思いますけれども、はい、ではですね、はい、インディー斉藤さんのじゃあプロフィールいきたいと思いますけれども、うん、1978年燕市生まれなんですね。今年年男です。年男だから年男ですってこうなってるの。馬男です。馬男です。馬男、はい、私の娘馬女なんですけど馬はどういう人ですかね。馬は馬年の人どんな馬なんだ。本当娘馬年ってショックだ。あの小さい頃でなんか馬ってショックみたいで、ウサギがいいウサギがいいってそんなわけいかないのに
に、なんか馬の死って言うと馬刺しが大好き。なんで全部私が大好き、なんで全部喋るときドヤ顔なんだ。そうそうそう、これドヤ顔、いちいちドヤ顔でさ、常にドヤ顔ね。今日こういうパターンなのね、うん、じゃあ常に、まあ、たまにメガネ外していただいてもいいですけれども、うん、じゃあどんな少年生まれた頃からこんな感じ、うん、だからさいいから別にしなくていや、あのすいません、幼少期はどんなお子さんだったんですか。うん、僕はあの本当に、まあ、父も母も、ね、はい、やっぱり馬だったの。でも父親は馬年なの。本当に本当に。でもやっぱり野球漬け、はいはいはい、あの母親はバレーボール漬けだったんで、うん、幼少期は僕の記憶はグラウンドか体育館しかないんですよ。お父さんが野球、お母さんがバレーボールで、じゃあどっちから応援に行くとか。必ず日曜日とか土曜日は、うん、まあ、昔は日曜日しか休みないですけど、うん、その時は大体こう体育館かグラウンドだけ、いう感じだったんですね。じゃあユースケ一緒においでとか言って、まあ、どっかにこう、もうそれどころじゃないですよ。もう物心ついてないような時からもう行ってるんで分からない、ね、じゃあお父さんお母さんもアスリート系というか、まあ、ちょっとねそういった体育会系でもあったわけですね。あ、そうなんですか。じゃあ家でなんかこうじっとしてるっていうか、じゃあもうお父ちゃん母ちゃん好きにしろよって、ね、自分もなんか部屋に閉じ込むじゃないけど、うん、好きなことやるわって。で僕も小学校からやっぱ少年野球ずっとやってたんで、野球少年ももう小学校、いや無理しなくていいですよ。何が何が何が、いや、っていうのはあんまり野球やってるイメージないよね。ないでしょ、ないんだけど、昔やっぱそうやってて、でやっぱもう部活とかもね。部活何やってるの。部活バレーボール。ちょっとお父さんとお母さんの両方、ね、やったのやるんだ。やったんですよ、うん、はだから第一高校っていうのもスポーツ推薦で入ってる、うん、あ、バレーボール、バレーボール強いもんね。バレーだったんだ。バレーボールのスポーツ推薦で入ってるんですよ。全然分かんなかったですよね。あ、そうなんですか。だからもうここまではスポーツだ、うんうん、そこまではスポーツ、スポーツマンの、スポーツマン。じゃあモテてた。あ、そこはない。もう僕ね寮生活だったんで、うん、門限夜7時の寮。え、寮生活ってこの第一高校で寮だって。寮でバレーボールずっとやってたんで、もう門限7時、コンビニも行けないっていう。厳しい。の3年間それを3年間、うん、3年間してたんで。あ、それだな。何が何それだな。それがあったから弾けた。あ、それもちょっとね。それもあるかもしれないですね。でその後にいきなりほら芸術大学に行くっていうね。え、それどうしたの。スポーツから、だからここがわからないのよ。ここは実は、うん、こう高校3年生の最後の大会の時に怪我しちゃうんですよ。うん、あら。膝を靭帯切って、うん、スポーツできなくなった、うん。スポーツできなくなった。体育大学行くにも行く予定だったんですよ。本当は。じゃあここが違ったんだ、日本体育大学とか。ここはね、順天堂大学っていう。だったんだ。そう、予定だったんだ、ここが。本当、うん、ここがいきなり京都造形大学こう芸術学部に。え、でもなんでそこへ芸術の方に。やっぱ足切って運動できなくなったら、うんうん、じゃあ美大行こうっていう風に。いやいや、ならない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 。わかんないわかんない。いやいや、運動できなくなったらすぐ美大でしょ。いやいやいや、それはさ、それ今でしょみたいな言い方しなくていいから。やっぱドヤ顔なるよね。だって芸術の意識があった、うん、美術は好きだったけど、うん、得意ではなかった。ほらでしょ。え、おふざけこれ。いやいや、これやっぱり、うんうん、僕ね、やっぱその時ちょうどテレビ見てて、うん、インディン・ジョーンズっていうね。インディン・ジョーンズ、インディン・ジョーンズの映画を見てたわけですよ、テレビで、はい。そうすると考古学者は宝物を探しに行くって言うんですね。あ、考古学者になったら世界中に宝物を探しに行けるんだって中で考古学者になろうと思って、それでここを受けたんですよ、この美術系の大学を受けたっていう。ね、そんなにこう、ごめんなさいね、それまでずっとバレーボールスポーツで来た人が、はい、そのインディ・ジョーンズが現れたことによってコロッと変われるの。変わったんですよ。変わり身そこから早いよ。そこから。いやいやいや、器用なの。野球やったりバレーボールやったり。じゃあそのね、でも3年間束縛されたから、京都で京都で美術っていうね。で京都でまた羽伸ばしてっていうか、こう楽しかったでしょ。僕、ね、この時もう文献なかったでしょ。ないんで。僕古墳と神社大好きなんです。古墳と神社とお寺がものすごく大好き。今その頃から。その頃から。だってそれ昔は体育館とか好きだったわけでしょ、グラウンドとか。そこがね、うん、やっぱ何かここでね、あった、変わったんだね。何かどうなの。修行僧のような生活から急にやっぱ古墳の前方後円墳のこの形いいよねみたいな。あー、ちょっとこう、なんだろう、そうそう、
このくびれいいよねみたいな、これがいいよねっていう風になってきて、大学も古墳が近いからって理由で奈良とかに本当は行きたかったのもあったんですよ。まあ、とりあえずでも京都だから、うん、お寺とか神社近いから、うん、これいいやんって言って行っちゃったっていうね。へー、そう学校長いよね、ちょっと待って、長いよ、ね、京都造形大学芸術学部芸術学科文化財コース。あ、これ科学がもう、科学がまた入ってた、文化財科学コースって。これたくさんいました。いました、どれくらい。20人くらい、やっぱり。え、じゃあそれみんなインディ・ジョーンズ目指してたの。ちょっとそれね、そういう人多かった。あ、本当に多かった。あ、そう、ムチ持ってる人とか。ムチな、馬持ってる人とか。なかなか、なんか掘るやつ持ってるとか。でもね、結構そんな感じの人たち、うん、全国から、全国からいて、うん、やっぱりもうみんなね、うん、いや、まあ、もうちょっと聞きたい、もうちょっと聞きたい、つまり、うん、コンビニも行けない七時、うん、門限の人が急に解放されたわけでしょ。何が起きた、その時、うん、やっぱりね、ものすごく、うん、まあ、本当にざっくり言うと、はい、人生終わった感あったんですよ。ずっと小学校から10年間部活をやってた、うん、だから運動して当たり前だった人間が、うん、運動ができなくなった瞬間っていうのは、うんうん、一瞬もう人生終了って言われてる感じだったんですよ。でもその挫折っていうか、初めてでしょ、うんね、でそれまではやっぱり走ってもね、うん、いい順位だったりとか、うん、ジャンプしても結構いい、うんうん、高さ飛んだりっていうようなところが急にできなくなった瞬間っていうのは、もうバカバカバカって感じになるわけですよ。そ、人生バカバカってたのとか、そのなんかここ、あ、ここでよかったの。だからここ、例えばなんかちょっとね、道それて、でも逆にちょっとまあ怪我してよかったなってとこ、なんかその運動しかしてないとこから解放された感ってやっぱ抑圧された部分もあったから、ちょっとホッとした部分もあった、怪我してホッとした部分もちょっとあったっていう、え、それは何、今だからそう思うの。今だからやっぱ思うこともあるし、当時もやっぱりそれぐらいもうものすごい密度で運動、とにかくバレーボールを毎日して、キャプテンとかしそうじゃない。僕ね、キャプテンはしてなかったんだけど、でもまあいろんなキャプテン以外の長とつく長はみんなやってたっていう、宴会部長ね、やってたやってたっていう、高校生だから、高校生だからそうね、ツッコミが入ってる、高校生だからどこで覚えたんだろう、そういうのね、楽しいね、会話が、ね、まあ、わかりました、芸術に行くわけですね、興奮ね、行きました、興奮来ましたよ、本当にこれはパラダイスですね。で、大学に行って演劇部にでも入っちゃう。なんでかな、演劇、ちょっとオーバーなとこって、ね、そういうことをルー大島的な、こうやっぱりね、映画が好きとか、うん、なんか演じてみたいっていうのもあったんで、うん、それこそ運動と180度違う方向にね、行ったとこって、やっぱりその演劇部をね、やっ、まあ、入ったんですよ。まあ、本当に大学のサークルのちっちゃいちっちゃいサークルなんですけど、今日多分ね、みんな見てるはず。今日演劇部みんな見てる。今日みんな見てるはず。どんな役やってたの。結構人と溶け込むのは得意な方なの。僕ね、でもそこは人見知りなの。僕ちょっと人見知り。当時引きこもりじゃないけど、僕ね、結構人見知り激しい、みんなびっくりするけど、僕人見知り激しいの。激しいの。そうなの。やっとなんかちょっとしなきゃ。ね、ちょっと困ったら一人になりたい、古墳行こうみたいな。そうだ、古墳行こうみたいな。そうだ、古墳行こうみたいな。じゃあ一番好きな古墳は、一番好きな古墳は、僕は、うん、あそこのね、やっぱ箸墓古墳って言って、箸墓古墳、どこにある、これあの奈良県の桜井市だったかな、卑弥呼の墓って言われてる、もう本当に古い形の箸墓古墳ってのがあって、もうこれがね、美しい。これはね、もうね、あの古墳、前方後円墳っていうのは、日本で一番最初のインダストリアルデザインじゃないかっていう、あれも工業デザインなんだねっていう、あれはもうね、素晴らしい。ね、じゃあ4年間ずっと古墳見て4年間古墳見て、え、他にはだ演劇やって、うん、あともう本当、まだ授業をね、とにかく授業付けて、もうその時は将来こういう仕事つこうみたいな、やっぱ夢はあったんですけど、学芸員ってすごく受け皿が少ないんですよ、やっぱ学芸員資格って年間、全国でやっぱ5000人とか1万人とかって言われるぐらい資格をみんな持ってるように感じで卒業するんだけど、受け皿となる学芸員の仕事がないっていうのがやっぱりあるんで、いや、ものすごく夢の世界でもあるんで、なかなかそうやって
学芸になれるってないパターン、うん、だから本当にまあ慣れたらいいよねぐらいの程度でやってた。あ、程度でやってたの？あの学芸員を知らない人もいるじゃないですか。あ、そうですね、うん、どういうお仕事なの、はい、あの漢字で書くと、うん、学ぶ、うん、芸術、うん、まあ芸の、うん、まあ院だからあの社員っていうのと同じ学芸員って言うんですけど、うん、まあ、この、まあ、お仕事はですね、うん、あの博物館などで働く人の研究者の総称を学芸員っていうんですね、うん、研究者の総称学芸員っていうんで、うん、なんか固い真面目な話になってますけど、うんうん、インディ・ジョーンズは本当にそういうふうな、まあ、考古学者というかあの方は大学の教授でもあったんですけども、やっぱりなんかそういう世界に行ってみたいのはあるんだけども、やっぱり絵空がとなんか当時はやっぱ夢のまた夢っていう感じだったんで、まあ、ちょっと本当に慣れたらいいよねぐらいの程度でしか考えない方が良かったかなっていう最初は。どうしても突き詰めちゃうともう本当に、うん、本当泥沼の世界になっていくんだ。なるためにどうしたらいいのかっていうことを考え始めると、うん、本当に慣れないことの方が多いので。博物館ってつまりが歴史でしょ、はい、でキリがないでしょ、歴史とか本当にあの、まあ、美術品もあればっていう世界で、うん、逆に言えばこのジャンルも広いし文献とかね、はい、いろいろとあるので、まあ、本当にあの、まあ、博物館、歴史の博物館で働く人、美術の博物館で働く人、うん、あ、そっかそっかそっかとか、まあ、いろいろジャンルもありますし、うん、もっと広い範囲で言うと、うん、例えば水族博物館とか、うん、あの植物博物館っていう感じになってきますんで、まあ、本当にあの専攻してるジャンルが違うんで一概には言えないんですけど、学芸員っていうと本当にあのお医者さんの幅が広いようなもんで、内科外科とかいろいろあるように、本当に学芸員っても実はジャンルの幅がものすごい広い。そういうことなんですね。なんだけども実際になれる人が少ない。少ない。ああ、その中でも俺突破しましたよってなってますよね。どうもさ、なんかね、斉藤さんが学芸人とどうもなんか芸人の方の芸人僕ね、本当にテレビに初めて出た時に、うん、学芸人ってテロップ出されたびっくりして学芸人ってたのに学芸人になっててこれびっくりしましたよね。イメージがね、なんか急にすいません、1999年ローマ時代の遺跡保存修復作業に関わるとどうしました？これテルマエロマエですよね基本的にテルマエロマエですよね、うん、まあ、たまたまの東京大学を中心とした発掘調査メンバーが、うん、こうローマ時代の遺跡をね、うん、掘りに行く学術調査をやってたんですよ、でたまたまうちの大学の教授が、うん、その美術の保存修復担当だったんで、うん、毎年学生を何人か連れてくっていうところに、うん、あの行きたいですって言って連れてってもらったっていう行きたいですって行きたいですっていうもん、これどれくらいの期間の、うん、これあの当時で言うと1ヶ月半から約2ヶ月ぐらいの間だったんですけど、あの観光旅行でもなく、うん、初めての海外で実際にそのローマ時代の遺跡を掘らしてもらったっていうのは、うん、ものすごく僕の中でもこう人生、それこそ人生のターニングポイントっていうか、やっぱりこう日本と違う文化に触れたってことで、ね、ものすごくなんか価値観が変わった瞬間でもあったんです。あ、なんか分かる気がしますよ。やっぱりその掘ってた歴史っていうのが2000年前の、うん、貴族の、まあ、あの何でしょう、別荘を掘ってたんですね。掘るって言うけどさ、地道な作業なの、どういう、ね、どういう、いや本当にこんな感じですね、まあ、ある程度大きくこうショベルカーみたいなので、うん、ザーッと表面やって、うん、でそっからカカカカカカカっていくんです。だから1日かけてもそんなに掘らないわけでしょ。どんな思いで、なんか出てこいって掘ってんの、こうなんかこう出てこい、でも出てこいって思った時に、あ、出た、で何が出るの、何が出るの、何が出るの、コインとかね、昔のローマ時代のコインとか2000年前、そう、いや、とか、あとね、ランプとかも出てきます、あのアラジンの魔法のランプみたいな形のものがローマ時代使われてたりもしたんで、そういったものとかがカツンと、おお、出てくるの、出てくる、でこれは今見つけたみたいな、でやっぱりそれが同じじゃ2000年前って考えると、うん、日本だと、うん、もうちょっとやっぱりこう、縦穴式住居とか、うんうんうん、そういうものとかと比べるとやっぱりものすごくこう密度が濃くて、うん、もうテンション上げになってくるんですよ、2000年前、2000年前、ね、あの本当申し訳ないけど、それをさ、なんかコイン出てきましたってこうやって入れたら罰せられるの、やっぱりみんなちょっと狙ってたとこ気持ちいい、だって
待ってさ、こもじゃだったらさ、なんか光るものがあったら、もしかしてこれと思ってこう。そうそうそう。でもね、そうはならないものは、ね、結構ね、でもね、捨ててた。あ、いやだ、これ言っちゃまずい。出すぎる。出すぎる。出すぎる、あまりにも。あまりも。ローマ時代に遺跡が出すぎて判別がもうできなくなるぐらいに出ちゃう、うん、あ、そうなんだ、それぐらい出てくる、あ、それぐらい出てくるんだ、で、そして、うん、最後やっぱ掘ってたら、うん、本当にテルマエロマエ、うん、お風呂出てきたりとか、やっぱ昔からサウナとかなんですよ、2000年前の、でそこでそのまま脱いで入るふりして、そう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 、やるかいなツッコミが入ったらね、やっぱりツイッター来ております、はい、来てますよ、はい、いろいろと、ね、インディーさん、いつからトレーラン始めたんですか、ね、はい、そっちも行っちゃうの早いな、ちょっと待って、ね、まあ、来たのは呼びますよ、うん、はい、早いね、そういえばインディーさんが今かけているメガネはスポーツ用のメガネだだゾフのか、何、なんかゾフか、ゾフゾフのかなって、ゾフのかなって、どうなんゾフのかな、ゾフです、ゾフ、これもまたなんか、5、6万円するぐらいな、いや、7000円7000円、かなちゃん先生って元気なの、あ、そう、あのインディー斉藤さんは、はい、ね、FM ポートの、はい、ね、番組でですね、ずっとご一緒させていただいてたんで、かなちゃん先生、かなちゃん先生、うんうん、あの年賀状を出したら帰ってきてたんで元気だと思います元気でしたね、かなちゃん先生元気、ね、なんかね、多分ね、はいはい、こうやって見てくれてる人たちがツイッターで、うん、この話をぜひ言ってもらいたいと思って振ってるような、うん、そうね、だからそういうのどんどん、ね、送っていただきたいなっていうふうに思って、ラーメンの話もお願いしますって、ラーメン、もうみんなあれだね、夢とロマンよりもラーメンなんだね一生懸命こうやって掘ってね、なかなかしないね、ローマの話とかしてたのにね、ラーメン、そう、ラーメンいつだってラーメンも、ね、おい、いいわ、じゃあ学芸員の話いやでもほらそこで変わったんでしょ、人生の転機だった、変わりました、変わりました、変わりました、どんな風に変わったの、なんていうでしょう、やっぱり歴史って部分がやっぱりその、うん、いろんな方向から見れるかな、そうなんですね、やっぱりこう日本だけで当たり前の生活の中で当たり前の歴史観じゃなくて、海外から見た時の日本の感覚だとか、あの、なんでしょう、本当に歴史の多様性もそうだし、あの特にイタリアの人たちと僕すごく性格が合うんですよ、あ、なんかそんな感じだね、イタリアの人たちはチャラい感じ、チャラっていうね、チャオーとか、イエーイとか、だからこうワインみたいな、イタリアの人に申し訳ないでもね、違うかな、うんうん、かな、でもそういう形で非常になんかこう、あ、ま、なんかこういろんな意味の刺激を受けて、やっぱここで、あ、もっともっと視点がちょっと広くなったかなっていうのがやっぱありましたよね、そのままいればよかったのに、うん、ちょっとね思ったんですよ、ね、いそうだよね、これがね、俺ここにいるみたいな、やっぱこれがね、ああこれだった、いや、いっぱい広いだったんだよこれがねやっぱこれがやっぱこれがねすごいなそれ、やっぱ帰ってこないとダメだった、やっぱり帰ってこないといけなかった、でもまた戻ってくるよみたいな、なんか捨て台詞とかなんか、ね、そこのね、I'll be back とか言いたいとこだったんですけどね本当に、あ、そうですか、じゃあまたじゃあ京都に戻ってお勉強して、そうですね、えー、でも本当に、うん、まあ、そこのとこに出てた岩郷自文化財研究所っていうところで、はい、ここでですね、はい、アルバイトさせてもらいながら研究活動もさせてもらったってことですね、あ、じゃあここどういうこと、そっちまだ2000年ってことは大学4年生の時 に学校行きながら研究させてもらってたってことなんで、ここの岩郷寺文化財研究所っていうのが、うん、日本で一番こう、まあ、古いっていうか、うん、民間がやっている文化財の保存修復施設だったんですね、うんうん、なんかポイントでいいとこ言ってますね、うん、本当にね、僕はおみくじ引くと、うん、大吉引いた時に、うん、他人が引き上げてくれるっていう他力本願っていうので、うん、大吉出てたりとかして僕じゃないとこで引っ張って、いやでも、ね、これでも研究ってどういう研究なんですか、うん、ちょっとこの時は我々レベルで分かるような、うんうんうん、よく古墳時代の鉄剣とか、うん、よくまあ発掘調査で出てきたものっていうのはありますけども、うんうんうん、あれは土から出すと、うん、実は、まあ、ずっと長2000年間例えば土の中にあったんで取り出すと空気に触れて形が崩壊したりとかしちゃうんですよ、うん、でそれを崩壊させないように科学的手法で、うん、形を留めとくっていうことを、あれそうなんだ、そうなんです、ですんであれ出てきたとかよく見るけど、あれは処理が終わった後なんですよ、あ、空気に触れるとね、
もう崩壊してったりとか形が変形してったりとか、本当に鉄剣って言われる古墳から出てくる鉄の剣なんてのは土の中に2000年間あったんで本当土の塊なんですね。でそれをある程度こう削っていって形を整えてとか、その中にこう塩塩分がいっぱいあって結局錆びてるものをその塩抜き作業するとかいろいろやるんですよ。そういうことするの？そういうことする。例えばあの、まあ、金属ならいいんだけど、はい、木だったらどうですか？木の場合は、うん、木ってあの硬いっていうのがそのセルロースっていう、うん、あの要は細胞壁が硬いんですよね、うん、これ生物の時間とかによくやったと思うんですけども、うん、でもそれが2000年間土の中にあるとセルロースが溶けきって、うん、実はそこに水しか入ってないんですね。だから、うん、木の形をした豆腐なんですよ。あ、柔らかくなってるんだ。プル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 ってギュッと掴むとグシャッと潰れちゃう。プルプルっていう感じなんですよ。でこれを崩壊させないようにその水のところに樹脂を代わりに流し込むような、うん、まあ、装置で入れてあげて形を整えるとか、ね、うん、するんです。外科医みたい な, なんかそういうのですごいのね。本当にだからあのなんでしょう、美術館とか博物館とかの展示物の、うんうん、まあ、そういう風なお医者さんみたいなところが、ね、そうだよね。じゃあもう俺ら勝手にね、うん、こう発掘して、うん、例えば木の中出てきたら見とったぞーってやって瞬間におーってなるわけ。そうそうそう、なっちゃうんです。でそういうのを食い止めるためとか、うん、いうための、まあ、学問だったりするんですよね。すごいんだね。だったんだ。ちょっと見直してきたね。うん、なんかね、うんうん、ちょっと見直したわ。よかった。いやすいません本当今までなんかねチャラいだとかね、そうそう、君ドヤ顔ばっかりだとかでちょっとね。でも多分そういう話になると思うけど。え、勉強になった。それ勉強になりました。ありがとうございます、はい、ね、金田先生懐かしいっていうね、本当に料理の話もしてくださいとか、ツバメ若者会の宣伝よろしくとか、はい、ねえ、ほんとからだ、ね、全然仕事の話来ないね。でしょ、でしょ、手広くやってます。手広くやってます。ほんとね、すごい。あ、まあ、皆さんのじゃあ必ずお答えします。料理の話もしますけれども、うん、じゃあちょっとプロもう一回プロフィールのところあれですけども、うん、ポンっていきますと、ね、ポンっていきますと、そのね、まあ、アルバイトでいろいろほんと研究活動もされて、はいはい、で2002年にツバメに帰ってまいりますね。そうなんですね。小学校に教員補助として採用される、はいはい、実はその1年前も、はい、あの地元の新聞社でパソコンで広告作る作業をしたりとか、うん、あ、じゃあその辺に至るまでも結構いろいろ卒業後のじゃあ就職はっていうと一番最初は、うん、新聞社の地元の新聞社の広告作りっていうことやってたんですよ。あ、そうなんですか。なかなかその学芸員になるにはまだまだちょっともうこの時は正直、うん、逃げ帰ってきたパターンですよね。え、夢破れて戻ってくるみたいな。試験に取らなくてとか、結局大学院に行けないとかそういった時、いや、トントンとほら大吉引いてんだから拾い上げてもらってくださいよと思ったでしょ。それがなかなかね、うまくなくて戻ってきちゃうんですけど、戻ってきた時もずっとくすぶってるわけですよね、うん、やっぱり文化財のメッカで学んできて、うんうん、新潟戻ってくるっていうのは、うんうん、結構ね都落ちのイメージがでしょうね。すごいくすぶってるんですよ。ダメージ大きいね。かなりもうやっぱりもうとにかく新潟から早く脱出したい。もともとそんな新潟が当時は好きじゃなかったんですよね。好きじゃなくて出てったり、ローマも行ってるし、京都でやってるし、そうね、世界見たいわけですよ。なぜまたツバメに戻ってこなきゃいけないんだってところですっごいくすぶってるんですよ。ムンムンと広告作りながらもね、広告作ったりとか俺こういうねしてるね、うん、本当は違うみたいなね、やっぱりそういうのがあるんだね。あ、分かる分かる。あ、そうですか。でこの時にたまたま小学校の、うん、まあ、それこそアルバイトで教員補助ってさせてもらったんですけど、うん、母校に勤めたんですよね、うん、小学校の、うん、で母校に勤めた時に小学校2年生の女の子が、うん、ね、ツバメ好きって僕は聞いたら、うん、ツバメ大好きって答えてたんですよ、うんうん、好きなんだって思ってでも高校3年生ぐらいの子に多分ツバメ好きとかって聞くと、うん、いや東京の大学行きたいとかっていう人の方がすごく多くなると思うんですよね、うん、じゃあその10年間の間に、うん、一体みんなの間に何が起きてたのかなっていうのが僕の中でものすごく発掘したくなってきたんですよね。そこら辺を発掘したくなって、うん、その半年後に中学校の教員臨時教師としてやっぱり勤めたんですよね、うん、新潟市の小学校、あ、中学校に、うんうん、そうした時にもやっぱり案外地元のこと分かんない
っていうふうに僕やっぱ思ったんですね。中学生ぐらい、その時も中学生の子たちも、うん、もうやっぱりもう早く高校を卒業して東京に行きたいとか、うん、そういうことを言ってたりしてたのを見て、え、なんでみんなやっぱり、僕もそうだったけど、うん、新潟ってそんなに魅力がないのかなっていうふうにものすごく不思議に思ったんですよね。確かにそうだよね、うん、なんでだんだんね、なっちゃうんだろうと思って、高校大学に向けて行く新潟の方が、私も本当出たいと思いました、ね、だからなんでその地元の燕だとか新潟だとかがなんか嫌いになるっていうか、それよりも東京の方がなんで良くなっちゃうんだろうっていう風なのがものすごく自分の中で不思議だったんですよね。でちょうどその頃に燕市産業資料館の募集があったんですよ。広報燕に書いてあったちょっと繋がってるね、決意が出たのかしらね。いや、あの初めての募集だったんです。初めての募集、初めて燕市で初めて博物館学芸員の募集だったんですね。わっ、あ、出てると思って、これ行きたい、応募したいと思って、まあ、応募するんですよね。で合わせて、実はそこの博物館、要は燕市産業資料館は、小学校3年生の見学の時に行ったっきり、もう十数年行ってなかったんですよ、これもう一回見とかないといけないなと思って、燕市産業資料館を見に行ったんですよ。今出てるんですね。ありがとうございます。これ見に行った瞬間に僕は衝撃を受けたんです、え、こんなすごいものが燕で作られていたんだというものが、もうこれはもうね、驚いたんですよ。もう雷ガタンですよ。もう右ストレートとかアッパー状態なんですよ。それ雷じゃないからそれ、それボクシングでしょ。もうデンプシーボールぐらいで来るわけですよ本当に、はい、これは知らなかったと、文化財を学んでた、文化を学んでたつもりなのに、地元の文化知らんかったっていうのが、これはね、ブルブルなんで、もう衝撃だったんですよ。悪いことしたなぐらいもあるよね。もう本当ごめんなさいっていうぐらいに、でわ、これ本当にここに勤められたら、これをやっぱ伝えていきたいって思ったんですね。やっぱ小学生中学生の子たちが地元のこと分からないで大きくなるのって切ないなってやっぱ思っちゃったんですよね。これなんとか伝えたいなと思ってたら入れた、入れた、その思いをやっぱ伝えましたか。伝えました、いや伝えました。それよかった。でもちゃんとした理由があって、ここだけはね、キセルのピンつけてるって、こう、今日これはこれキセルピンですね。キセルピンね、先ほどもちょっとあの産業資料館の、はい、オリジナルピンです。オリジナルピン、それも作ったの。これも作っていただいて、あ、作っていただいて、産業資料館で飲み買えるというものなんですけども、いいですね、いいですね、かっこいい。これはもう、燕の倉俣さんが作ってくれたんです。あ、倉ちゃん、作ってくださった。倉ちゃん、これも作るの。こういうのが本職なんですよ。あ、そうなんだ、レルヒばっかりやってる。レルヒちゃんだけじゃ今レルヒ屋さんになってるけども、そう、レルヒだけじゃないんだ。こういうのが専門ですからね。こういうアクセサリーなの。クラちゃんもあなたと同じで本職がわからない。今レルヒ屋さんだけどね。そう。ネクセルのピンもつけて、じゃあこれは先ほど資料館に行くと買うことができると。はい、これネクタイの、そのこれは？これはドンキホーテ。なんだそれ。これドンキホーテのネクタイ。これネクタイね。最近ついてるの。ここ。これでしょ？これドンキホーテ、ね。ネクタイ買うともうついてる。そういうネクタイ。デザインの。そう、デザインの。みんなね、ここに来たらね、絶対、はい、ここに来るんだよね。そうです。ここがもう気になってしょうがないんだよね。あ、そうです。あ、ほら、これも、そう、キセルね、あの、タバコを吸うための、ね、道具なんですけど、もうこういったものが、実は産業資料館ってところにあるのが、日本で一番いいキセルって言われるのが飾ってあるっていうのが、分からなかったんですよ。でも入れ替わるんでしょ、いろいろ。違うの、展示物って。あの、まあ、やっぱり常設展であるものなんで、基本的にはあんまり変わらないものなんですけども、でそれだってずっと飾ってあったのに気づかなかったっていうのは、どういうこっちゃってやっぱり自分の中で驚きでもあったわけです、じゃあこの資料館に行くと、インディー斎藤がこう喋ってくれるの。まあそういう時もありますよ。え、いないの。常になかなかいないんで、出たり入ったりしてるんで、ご希望があれば、ご希望があれば競いますよって。競います。まあ、テレビラジオの場合は出ますよっていう話そうですね、僕も確か丸取り一度ね、あ、はい、あ、生放送で、はい、まあ、絡むのやめようと思ったんですけど、僕、ね、知らない人のふりされてるぐらい知ってるくせに知らない人みたいな。そうですか。じゃあもうそこからもう自分がやっぱ燕のこと伝えることまで伝えるためには自分がしなきゃまずいけないわけですよね。そうなんですね。だからそれまで本当に燕のこと分かんなかったんで、やっぱそれから燕のことをいろいろ勉強したんですよ、そしたらハマった、ハマった。
ツバメは面白い。ツバメ面白い。ツバメ面白い。いやーそれはツバメ市長も嬉しいね。喜ぶね。あでツバメに生まれてよ。はい、でちょっとツバメを捨ててじゃないけど、もう今日でも世界見てた人がね、はい、どうしようかと思ってちょっと失意のそこでまたツバメ帰ってきたけど、でまたツバメでね元気とか今もらって、俺やっぱここで。生きてこう生きてこうって決めるんだもん、うん、ドラマよね。ツバメの本当にこう職人文化っていうかものづくりの文化っていうのをやっぱりその知った時に、うん、えこれって本当に新潟のみならず日本に誇れる、うん、世界に誇れる文化じゃないかと思って、ハマりましたよ。ハマってますけど今でもどっぷり今でもどっぷりハマってますけど、まだまだだってもう10年でしょ。掘れば掘るも発掘しますけどね、はい、まだまだなんだ。まだまだ本当にまだまだまだっていう、全然ってそんな話聞くともっと知りたくなってくる、うん、そうでしょ。教えて教えて。でツバメのこと、ツバメはね、うん、まず名前の由来からいくとかそういう感じでなっちゃうね。それあるの？え？あるの？うん、あるある。あ何今ほら漢字でツバメ一文字って、うん、鳥のツバメですけども、はい、昔は三髄のつ、要は二つのつですね、はいはい、そこに波という字、うん、三髄の波に目玉の目って書いてツバメって呼ばれてる。なんで？ツはだって港でしょ。ツは港で 波の目ってことで、その水運のセンターっていうか要所って言われてるような場所だったっていうふうに言われてるっていう、うん、ところがいつの間にか漢字一文字のツバメ。いつに変わったの？これがね分からないんですそれが分からないんで。はー、これが、いつの時代？いつの時代？これが、1500年代。で、あ、最近じゃん。最近というか、1500年前なんで、それが初めてこう文献上にツバメという名前が出てきた。出てきたのがね。でその後に、一回ひらがなになるとか言ってたかな。でもその後にいつの間にか漢字になったっていうので由来がよく分かってないっていう部分もあるんです。これはやっぱりそのツバメっていうのももともと信濃川があってとか中野口川があってというようなところのやっぱりその水に関わる部分っていうのがやっぱりねあるわけなんですね。港の波の目ね。というようなこととかもこういうとこからやっぱ始まっていくと、ああ面白いなっていう風にだんだんどっぷりどっぷり。これ知ってるの？ツバメの人たち。知ってるの？これ常識ですよ。常識なんだ。これ常識。これ常識。みんな知ってんだ。これみんな知ってる。本当に。この名前はどっか残ってますか？これはですね、うん、まあ、今産業資料館とか来るとまあ、今の地域の証明残ってない。この感じでは残ってないっていう。でもあの土地の名前が名前になってる人も。うん、いたりするか、こういう名字の人とか。まだ、ね、こういうのはないんです。ないんですか、ね、残ってないんですか。残ってない、ね、久々に、資料館を訪れた時、こんなにすごいものがツバメで作られていたのか、これを伝えていきたいって思ったね、うん、かっこいいってマジでってこう。武田くんですね。武田くんね。武田くんね。ね、武田くんは名刺で作ってますからね。あ、武田くんはあの私一緒にあのあそこだ。うん、名刺で作ってますか。あ、おさむさん。おさみちゃん。おさみさんだね。おさみさん。はい、すごい名刺で作ってんだよね。すごい名刺。マグネシウム。マグネシウム。すごいな、ほんと。こんな感じ。ほら、かっこいいのよ。おお。いや、これが名刺入れじゃないですよね。これ名刺入れじゃないですよね。会社の？そ、会社が、うん、このマグネ、今マグネットって会社で。でもいろんな県外もだってもすごいでしょ。そうですね。だからこういったのもやっぱりそのツバメの伝統技術から端を発していって今の産業につながっていくっていうところがあるわけですよ。そう、ほらこれあら、きれいきれい。だから今のいろんなツバメの産業って今やってる産業、新しい産業も実は紐解いていくと400年前からツバメはものづくりが始まったわけなんですけど、そこに全部つながっていくっていう歴史がみんな紐がつながっていくっていう。あのね、我々が米を普通に食べられるようになったのも400年前らしいので、はい、ちょうどあの頃に、農家の方々が、さらに儲けを何とかしたいって言って、職人さんになったっていう話を聞きましたよ。あのツバメの場合ですと、はい、今度あのやっぱり今度洪水が起こしやすい地域なんですね。やっぱりツバメから下流ってところは新潟のガタ、ですので月ガタ村があったり、片東村っていうようにガタの土地だったところが、やっぱりこうツバメも同じようなところで、さらに江戸時代中は、合計で72回ぐらい洪水を起こしてる、250年間で72回洪水を起こしてるんで、そうするともう稲作がしづらいですよね。だから金属産業で生計を立てていくっていう筋道ができていく。
くっていう部分。でもそれはさ、うん、どこに売ろうかっていうことだよね。当時の人たちは、うん、当時の人はこれを今度三条というところが流通を司っていたので、うん、これは三条商人って言うんですけど、うんうん、この方々が燕のものを仕入れたり、うん、また三条の他のものづくりの人を仕入れて、うん、それを江戸に売りに行くっていう、うまいことやってたよ ね。でもなんでその燕と三条仲悪いっていうの？あ、それ言う？いやいや、ごめんなさいね。ほら、あのちょっとほら外から見るとなんでそんなに燕とほら三条、うん、やっぱその流通という面とものづくりっていう面の、うん、やっぱりその職人さんと流通ってところが、うん、やっぱり相性がよくないって言ったらなんですけど、まあ商売の駆け引きもあったんでしょうね。やっぱりそういったところの、やっぱり資本を抑えられてるとか、うんうんうん、注文の受注を全部抑えられてるとかっていうのがあったりして、やっぱり燕の人たちもなんとか自分たちで売りに行こうっていうのがあったんですよね。で結局でもそれで、燕だけ物を集めて売りに行ったら、群馬県でバレて裁判沙汰になったっていうのがあるぐらいにやっぱ当時はそういうのががっちりしてたんですよね。だからそういった昔のやり取りから見ても、やっぱりこうものづくりって部分とこう流通の部分での、ガチンコは昔からやっぱりあった部分と、やっぱり昔で考えると、今燕と三条ってものすごく近いですよね、でも江戸時代の頃の時間的感覚でいうと、おそらく行くにしても川が幅広いですから、2時間3時間かかったわけですよ、今2時間3時間かかったら、新幹線があれば東京まで行っちゃうわけですよ、ってことは同じ3時間の間隔も、今の3時間の間隔と同じように時間的距離で考えてあげると、実はものすごく遠い部分でもあるんですよね。だからその部分の昔の人たちの思いとか悲哀とかの紐解きをしっかりしてあげた上で、今現在につなげていくとものすごくいい部分なんですよ。ごめん、だんだんね、あのインサイトがね、かっこよく見えてきた。やばい、これいい人に見えてきたかっこよく見えてきた、ね、やばいね。どうしよう、これはちょっと、ごめん、話、ね、ごめん、ちょっとね、あり、こういう予定じゃない私も、これはやっぱりさ、知らないことをこういうの教えてくれるって人魅力的だね、びっくりした、びっくりした。ちょっと今日私たちあれする、学生服着たような感じでさ、学芸員の斉藤さんに話ちゃんと聞いた方がいいね今日ね君ならできる、できる、それ言われてるような気がした、できる、できるよ。もう本当皆さんからたくさんメッセージいただいてますけれどもね、本当に面白い。妹さんも、妹ですね、妹さん、みゆさん、はい、みゆきって言うんです。あ、みゆきさんがちょうどほら、足立みつるがね、流行ってた時だった。ああ、はい、漫画のね、みゆきかみなみか揉めてみゆきになったっていうねえ、もしかしてユリギュラーが曲がらなかったスプーンが展示されている場所ってインディーさんの職場？そうですね。ああ、そういうのありますね。あれ番組なんだ、ここ建て、建物、ここ建て、ここ建てね、出たね。あれ？僕は出てない。建物は映ったけど。あ、建物は映ったけど。建物映ったけど僕は出てない。ああ、そうですか。ね、ツバメね、これね、ツバメの楽器、禁断の領域、禁断の領域なんだ。絶対領域ですよ、絶対領域。そうなんだ。それは肝心のツバメに住んでてもっていうのはあんまり今はやっぱないですよ。今はないんだけども、でもそういった昔の人たちの思いって部分も紐解いてあげないと、今につなげられないじゃないですか。うまい、うまい、うまいこと言う、ね、そればうまくつないでんですね、このいやいやいや、でもね、本当にその、まあ、先ほどのね、まあ、幼少期からそこから話をやっていくと、はい、ラーメンに行ったりとか、いろいろするわけじゃないですか ね。なので、まあ、ちょっとほらもういいお時間にもなってまいりましたので、また後半は趣味のお話も、皆さんが聞きたいところもお話聞いていきたいと思いますので、はい、ではここで CM ご覧ください、はい。お腹すいたね。お腹すいた。ごっそだよ、ひろゆさん。すごい。え、それ何？ウニ。じゃあ私、中田さんのいくらもらっちゃおう。あ、いいよ。あー、うまい。夜だけではなくて、はい、昼間のランチも大人気の宝星丸さんです。ぜひ皆さん、昼も夜も宝星丸さんにお越しください。見てください。もう。食べる。
新潟の四季の変化を知り、自然の恵みを取り入れる高断熱省エネ住宅、心地よい空間、ぬくもりを感じる住まいづくりは守る建築にお任せください。なんかいい匂いがしてきましたよ。いやお待ち遠さまでした。すごいいい香りです。いやお待ち遠さまです。走ってきましたよ。あれすみません、あの、はい、一般の方立ち入り禁止なんですけど。こちらですね、すいません、はい、あのツバメ三条というか三条ツバメというかいろいろこれからね食べ物が出てくるかと思うんですけど、はいはい、すいませんちょっとあの今日は、はい、まかないガーデコーデンのまかないがカレーになる。井上さん作ってくれましたか。はい、ありがとうございます。またなんかどうしたんですか、着替えたんですか。どうしたの。まあ後で聞きましょう。カレーいいですね。また何別な意味で謝罪会見ですか。違うね。カレーちょっとね、ちょっと食べてください。だからまずこの、これ気になるとか言わないで。そうスプーン、スプーン好きなんでしょ。ごめんね、私ツバメのあれじゃないけど。あこれはすごいですよ。18ジューステンレスですね。これは高級ですよ。本当にそう18ジュー強割れですよ。高級ですよ。高級ですか。高級ですよ。わかんねえ言われたって。私もわかんねえけど、ちょっとどうぞ。いただきます。カレー好きですか。カレー大好きですよ。本当。いやよかった。すごいなんか久しぶりかも、このカレー。おっかさんカレーですよ。どうぞ。こういう放送中になるとこう、うん、いいすごい無口になる。いやいいですね、その、いやあの笑顔が、笑顔が。うまっ。おいしい。うん、どうですか、私の手作りカレー。カレー大好き。カレー大好き。カレーはみんなを笑顔にしますよ ね, ね、うん、うん。本当に。いやでもね、あの実はね、ほら斉藤さん、皆さんもご存知の通り、うん、運動してらっしゃる、はいね、なんかマックス80何キロだったんですか。86で。86ですよ、本当に。いつが86だったの。いつキンキンだと、うん、この6月、うん、あ、昨年の6月。6月6月に86 6キロだったんだ、うん、それが今が何キロなの。7575でしょ。 11痩せたんだよ。だからそのね、痩せるためにいろいろ運動もしてるし、食事もやっぱり制限されてるってことで、うん、今日のカレーライスっていうのは、うん、ちょっとかなりヘビーなのかなと思ったんだけど。いやカレーはやっぱいいですよね。あ、そうですね。カレーっていうのはもうね、なんでまたそんな11キロも落とそうと、うん、落とそうと思ったの。やっぱデブだったもん。いややめなさいって。俺デブだったもん。俺かよ。やっぱりデブだったもんっていう。あ、ちょっと待って、はい、気になるできる。だいたいさ、おかしいじゃん。何？みんなそんな痩せてどうすんのよ。なんかさ、なんで痩せた。86歳で本当に。でもね、うん、どうだったその時は。もうとにかく体が重いじゃないですか。体が重いのはまあいいんですけど、本当に延べ人数500人ぐらいにデブ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 ずっと言われてたんですよ。会うたびに、いやもう太ったねって言われて、この確かに10年間で、うん、17キロぐらい太ってるんで。10年間で17、うん、それは言っちゃってるね。なんでだって高校時代ずっとバレーボールやってれば、それはもうスリムでね、だったのが、うん、怪我して結局。ああそっか。一回それこそやっぱ86キロまでで、23の時に66まで落として、そっからも10年間かけて、うん、熟成されてるわけですよ。いやほらそこにはツバメの美味しいものがね。そうよ、背脂がいっぱい、ね、背脂いっぱいついてましたね。背脂ね、うん、いっぱいついてるやつね。ついてたんで、はい、まさにその、でもね、うん、やっぱね、うん、延べ500人ぐらいからね、デブ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 言われてくるとだんだんへこんでくる
るんですよ。それ俺にとっては褒め言葉よ。マジですか、やっぱりすげえ。人生の達人に学ばなきゃいけない本当に。全然別に、ね、でほら早速あの燕と背脂の話が聞きたい。出た出た、背脂ラーメンの話聞きたいと。背脂は本当に僕のね、うん、ここにも載ってるわけですけど、でも燕の中華そばっていうイメージは皆さんやっぱ頭の中にあるのは、あれですよ、あれですね、あれですよ、真っ白な雪原のような背脂がかかっていて、極太の麺、そして煮干しの出汁がすっきりしているので、食べたら思わず案外すっきりしてるじゃないですか。そう、玉ねぎが乗ってね。そうです、あの中華そばを皆さんイメージされると思うんですけど、燕、うんうん、はい、で一番最初に売りに出された中華そば違うんですよね、うん、あの本当に髪の毛のように細い麺、そして、うん、味があっさり薄い、うんうんうん、これが昔の燕の中華そばだった。中華そばね、中華そば、はいはい、昭和7年の話です。ちょっと先ほどの語るね、昭和7年、昭和7年、はい、昭和7年にそれがどんどん今の太さ、そう、醤油ベースの、それが醤油ベースの、うんうんうん、本当に、まあ、煮干しだしベースのあっさりした味、うんうんうん、ね、煮干しいいですよね、うんうん、今でもね、やっぱり煮干しはやっぱりね、あの値段の変動も少ないっていうところも当時あって、あ、でもあの昭和7年に燕で中華そばを売りに出したんですけども、うんうん、その時も、うん、洋食、まあ、スプーン、フォーク、ナイフも1年ごとに2倍ずつぐらいの売り上げにこうダーンダーンダーンってなってるような時だったんですね。でその時にやっぱ出前が必要だったんですよ。で出前の時にその中華そばを持っていくと、まあ伸びていて、しかも細いんで腹持ちしないと言って、伸びててもいいけどとにかく腹持ちするのが欲しいなと言って麺を太くっていうところと、やっぱり汗かくから、やっぱり汗すっかくから塩辛い方がいいって言って、しょっぱくして太くしたら、まずかったと、まずかったと、うん、いやここでどうしたらいいのかっていうと、やっぱりあの何でしょう、そこにやっぱ油って言いますか、当時はまだその背脂っていうかラードがなかなかこう、まあちょっと廃棄物っぽい扱いだったものに目をつけた、うん、これはの甲州飯店っていうお店の先代のジョさんって方の、ジョ小生さんって方が、あ、これを、あの料理の中に入れると、やっぱ中華料理は甘くなるからって言ってかけたら甘くなって、やっぱ調和すごくバランスが良くなってうまくなって、なおかつ出前の時に、あの油が負担になって冷めにくくなったっていう、だからあれはよく出前の時に冷めにくいために油かけたって言われますけども、美味しさを追求した結果なんですよ。おまけで、おまけで冷めにくくなったっていうだけなんですよね、っていうのが一番最初の始まりで、だいたいこれが昭和12、3年頃にはもうすでにこの形だったというふうに言われてるんですね。非常に古い、全国的にも非常に古い形、最近さ、最近ラーメンといえば私あの、ナルトがあんまり見かけなくなっちゃった。ナルト見かけないですね。どうしちゃったの、ナルト、ナルトどこ行っちゃったんでしょうね。ちょっとね、嬉しい時あるよ、ナルト入ってると。昔のやっぱ燕のところの老舗は大体ありますけど、ありますよね。でもこの燕の、まあこれ今燕市エリアってありますけども、この中のお店っていうのもほとんど昭和40年以前はないんですよ。まあ、それまではやっぱり中華そばって言ったら当時は福来亭さんと、あとなんとか食堂っていうの食堂にあった中華そばぐらいだったんですね。ですので今ある我々がよく知ってます燕の店っていうのも古くて大体昭和40年ぐらいからやっぱりその高度経済成長期に合わせてどんどんと増えていったってパターンが多いんですね。いやでもね、覚えてんだ俺、小学校の時に食べたラーメンが100円だった、それはあの時代を、時代的なものをですね、100円で、うん、ラーメン100円だった。どうすればいいんだ、昭和7年とか、昭和7年、あの頃っていくらだったんだろう、ね、昭和7年の頃が、よくわかんねえや高級だったのかな、ラーメンっていうの、比較的に食べやすかったというものですよね。そんなにあの高くない。で昭和30年代の話ですと、やっぱラーメンよりも高級に食べたい、それをよりも気楽に食べたいといって三日月のイタリアンができてそういうことなの。そこに来るのか。あ、妹さんが大学時代が一番デブだった気がする。わあ、ひどかったもんね。でも妹ですから、家族からこうやってね、うん、エールのようなもう暴露話が出てきますけれどもね。どん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 妹さん言ってくださいね。よろしくお願いします。言ってくださいね。YMCA さん、そんなに痩せどうすんのっていうメールもらうのね。
そうだそうだってこれ多分山田さんにね、本当痩せたねって来てますね。せっかく時間とお金かけたのね。ね、本当痩せたね。しゃべらしゃ止まらない学芸員、うん、今日は朝まであでこうでいいですね。いや俺たち持たないから一人喋ってるんですよ。大丈夫ですよ。まだまだ太り方が甘い甘いっていう。え、うん、そうよ。まあまあこういうのはまあ無視って。こういうのは無視って言ってましたね。ね、本当何でもしてるよ。何が始まったのそれで。え、何？その。6月から86キロ、うんうん、やっぱり本当にやっぱ運動不足の体ってどうしてもやっぱ重たいんです。朝起きてもちょっとなんか ドツーンって感じなんですよね、うん、何をしても重たいんですよ、うん、だから、うん、これは僕もうマラソン走ろうと、うん、膝ほらおじさんごめんもう膝がやる80キロ以上行くと医者に止められるからね絶対ね10キロ痩せてから走りましょうって言われるけど無理だよね。だってね10キロ痩せれたらこんな太らねえよ。そう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 気になりますよ本当に、うん、でも、うん、無理でもいいから俺はマラソン走るんだと。だってごめん膝やってるよね。だってやってるでしょ。だけど大丈夫なの、うん、もうそん時はそん時だえそれきっかけは何なのきっかけは。いやでもやっぱり、うん、それまでもやっぱり何度も挫折してるんですよやっぱり、うん、それに至るまでより至るまでも、うん、やっぱりもっと痩せようとか、うん、ってなんですけど意志がやっぱり弱いんで。モテたかったんでしょ。そう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 なんそういうことちょっと宇宙の人がいた。ええだ、ま、誰か発掘した。まあまあまあ、発掘した。やっぱりねちょっと女子ね。でしょ。見ないこうデブ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 だけどね。ねちょっと俺見てろ俺だってってね。昔痩せさんだってだって誰も信用しないもんね。信用しないから。でマラソンを走ろうと思ったんですけど、マラソンでも僕マラソンやってもすぐ飽きる、うん、やっぱマラソン走り切っちゃったら、うん、もう興味続かないやっていうか、うん、やっぱり僕ディスタンスっていうか距離長い方がテンション上がるんですよね、うん、走り切っちゃったら、うん、じゃあ次、うんうん、もういいやってなっちゃうんで、うん、なんかその先の目標も欲しいなっていうのもあって、うん、今はそれこそさっきねちょっと出てましたけどトレイルランニングって言って、うん、山を走るっていうのにハマっちゃったから、うん、今は山走ってるの。今山の方がメイン。平地じゃなくてもう山角田山とかよく走ってたんですよ。今ちょっとね膝やられそう思うでしょ、うん、案外ならない、あの左走ったらぜーぜーはーはーちょっと待って酸欠みたいな、うんうん、なるんでしょいきなり なりましたなりました。無視して走ってた。いやいやいや無視して走ってた違ういやぶっちゃけこれでしょこれの顔が浮かんでたんでしょ絶対落としめようとしてるよいやもういいよいい話なんだもうだんだんもういいよねえ、うん、ねえまあそうやってこうやってどん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 ねそうなんですよね。で顔がシャープになりみんなに痩せてって今言われるわけでしょ。またテンション上がってきてもっといったろうみたいな感じで、ねうん、よくあのすごい気化からこんなに動けるようになったなって涙が出るって妹大好きなんじゃないお兄ちゃんのこと、なんかね、うん、ありがとうございます本当にもう、ね、え妹もラブ仲いいですよ。あ仲いい仲いいですよ。いくつ違うのな5つあ5つそれはいいわ5つ離れてるからやっぱりそうなのかね、うんうん、ねまあそうやってこのようにもうどん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 走って、うん、行きました。何時ぐらいに走ってるの。何時あ僕大体、うん、仕事あって、まあ、ちょっとまあ、うんうん、仕事今ジムで、うん、ちょっとわーって2時間ぐらい走ってて、ね、いやー2時間も何して走ってんの何考えてんの。なんかずっとルパン三世カリオスの城を流しながら見てると、うん、テンション上がってくる。だんだん上がってくるの。なんていうのそのモニターがモニターで DVD 見れるんですよ。でそれ見ながら走ってそれでもう、うんうん、カリオスの城見ながら行くと、うん、もうルパンのあのテーマ曲流れるともううわえ藤子ちゃん見てみにやってんじゃないですかクラリスの方だクラリスの方だからってあ、ジョドウが出てきて、ジョドウを呼べ、そうそう、ジョドウを呼べ、あの子はこれ今何分かな、大体そういう感じ。それを見ながら2時間走ってるの。2時間走って、ね、でそれでもう2時間よくまあ、いやいや俺何がさ、うん、すごいかってさ、うん、走ってる間喋ってないんでしょ。そうだね。ね、黙々と走ってるの。いやいや、もう黙々だってこんだけ喋ってるから2時間も喋んないで大丈夫？大丈夫ですか？今日もね、あの朝走ってきたんで、うん、今溜めて。あ朝走ってきたんだ。朝走ってきた。月曜日休みだ。休みなんですね。今日ね。今日も2時間。今日も2時間過ぎた。今日もルパン見てきてる。じゃあごめん食事はどうすんの、うんうん、私もちょっと知りたいわ。食事ですか。食事も食べたいもん食ってますよ。じゃあどこから食べてよ。いや食べます。食べますよ。食べますよ。食事制限はなし。食事制限はしてないです。いや私もでもちょっと見たよフェイスブックで野菜しか食べてない。あそういう日もある。
そういう日もある。肉もある。そうですかね。ツバメ若者会議チームゼロのアピールをということですけど、うん、はい、これについてお願いいたします。今のツバメ氏がですね、はい、まあ、20代30代を中心とした人間を集めて、うん、はい、まあ、将来20年後を語ろうかっていう、うん、まあ、若者会議っていうね、はい、まあ、本当そういう会議をやってるんで、はい、まあ、その中で、まあ、いろんな今分科会を、まあ、ちょうど去年1年間やってきたの で、うん、でそのですね、まあ、山崎亮さんを集団としましたスタジオ L のチームの方、はい、私この前お話聞きました。あ、うんうん、その前の日来てたのとかしてたんですよね、うんうん、はい、で山崎さんとか、うん、そのスタジオ L の方々がツバメにこう、まあ、来てくれて、まあ、ツバメの未来を語るっていうところを今やっていて、今1年間通してやって、まあ、さまざまな分科会に分かれて、うん、今チームゼロって出てたのは、はい、もう我々はものづくりをどういうふうにしたらこう後世に伝えられるかとかいうのを今ちょっと考えてるっていう、ね、チームゼロはそういう、そういうチーム、じゃあいくつまであるんですか。分かんない。あ何個あったかな。森さん、そんなの一つだけ分かんないのがあってね、うん、教えてもらいたいの、うん、この、はいはい、町の未来を考えるとかって言うんだけど、うんうんうん、あのね、ゴールが分かんないと絶対話決まらないでしょ。あ、それはあります。やっぱりいつもどこ行っても、うんうん、ゴールがどこなのって分かんないまま、とにかく今何かしなきゃって、うんうん、はいはい、とりあえず目先のこと楽しいことしなきゃとか、うんうん、今だから高齢者が多いから高齢者どうしようかって言ってるだけで、うんうん、だからゴールは何なのっていうのを、うんうん、どうやって決めるんですか。どうやって決めようかね、うんうん、私そういう街づくりのそういうシンポジウム出たのもあんまりそういうのがないから、いや、いろんな話がその山崎さんの話新鮮でしたね。やっぱり面白い、テンションがどんどん上がってきて、うんうん、なんかできちゃうんじゃないかなってなんですよ、うん、でも本当にやっぱ、まあ、分かんないけど、うん、でも僕、うん、まあ、僕の感覚で言うと、うん、やっぱりそれって永遠につながることなんですけど、うん、やっぱりそのいい意味での例えば20年後10年後、うん、5年後3年後1年後っていう風なことの中で、うん、どういうステップをかけて、うん、何ができるかっていうのを段階的にやっていかないと、うん、そうでしょ、うん、やっぱりビジョンマラソンのゴールはね、いきなり 42.195 キロは完走できないから、うん、やっぱまず一つ小さいステップを踏んでいくために、うん、今できることと、うん、これを未来にどうつなげていくかっていうようなことをやっていかないといけない、そうそう、それでね、うん、よく出るのが、うん、今できることはみんな考えられるのね、うん、でもじゃあ例えば次の世代って言ったら100年後の、うん、我々が死んだ後の、うん、この町のために何ができるかっていう話を持っていこうとしても、うん、つまりそこがゴールかと思ったら自分たちもういないじゃん、うんうん、知らないぐらいのテンションになっちゃうわけですそこなんですよね、うん、なんか未来のことになっちゃうと、うん、もう僕ら死んでるからいいやぐらいになっちゃうとか、ね、でも、うん、あれどうしたらいいんだろう、うん、町の単位、町もそうなんですけど、うん、本当にそこにじゃあなぜ人が住んでたのかってなってくると、うん、この何々市っていう枠があって人が住んだんじゃなくて、うん、やっぱりここに住みたい要因だとか住まなきゃいけない要因があって、うん、人が点で集まってきたのがだんだん面になっていって、うん、村になって町になって市になっていったっていうところの、うん、でも僕はやっぱりそういうな、僕は文化と歴史を特に推したい側なんで、やっぱそのプロセスを知ってないと、うん、そのやっぱり歴史文化を知っておかないと、うん、町の未来なんて言ったって、じゃあ今自分たちの足元分かるってなってきた時に分からないと、うん、本当にやっぱ未来も考えられないかなっていうのはあるんですよね。でもそういうことを考えていくと、うん、不思議なもんだけど、やっぱり歴史とかや学ぶと、うん、なんか未来が見えてくるっていうか、うん、2000年前のローマの人も同じこと悩んでいて、うん、同じように街が崩壊してってとかやっぱあるんで、うんうん、歴史って結構学ぶと未来が見えてくるっていうのはあるんですよね、うんうん、ああ今これ今の日本の雰囲気って1900何年代にすげえそっくりとか、やっぱそういう流れ、やっぱり人の歴史の流れって本当に結構繰り返したりするんで、似たような状況を照らし合わせていくと未来が見えてくるっていうのは、まあ、ちょっと大きい単位でも言っちゃいましたけど、ね、株式会社チームゼロはいつでも本気言ってやってくださいよ副社長。ああちょっと僕今副社長というね、え株式会社チームゼロっていう名前でやっていて、リーダーは社長で、うん、副リーダーは副社長なんで、うんうん、僕らはいつだって本気です。いつだって本気です。いつだって本気です。いつだって僕らは本気です。いいねいいね。なんだろう、打ち合わせもしないのにうちのスタッフともうまくいってるよ。ね、じゃあその20代30代の人が、うん、じゃあ、まあ、中心となって、なんかどう始めた時1年前ですよね、
なんかどんどん変わってくるんですか、そうですね、やっぱり、うん、まずみんなそれぞれにそうなんですけど、うん、まず若い人も含めてなんですけど、うん、街の未来そのものよりも、うん、街のことなんて考えてない、うん、最初は、うん、っていう風なところの、うんうん、それ知りたいわ、うん、そうそう、うん、街のことなんか考えてない、やっぱり自分たちの生活が大変だってところから見るけども、うんうんうん、やっぱり足元、やっぱりそういう風なきっかけで刺激を与えるとやっぱ足元見始めたりするんですよね、うん、やっぱそうなってきた時にやっぱこうあってほしいとか、うん、ああってほしいっていうような話にどんどんとなっていく、うん、それはそこまでわかる、うん、でもそこから先が動かないね、なかなか動くんだ、ツバメの人たちは動かしたい、ああ動かしたい、まだこれから、うん、これまだ今導火線に火をつけた、そうそうそう、ちょうどねルパン三世のね、あのこの落ちるとこの今火をつけてる最中ね、つけたいんだ、うーん、ね、チームゼロの発表を楽しみにしてるって4月26日が、そうですね、4月26日の日に、はい、なんかそういうね、うん、あのまあ、我々が1年間考えてきたの発表会があるんで、うん、まあ、それを発表する時があるんですね、これやっぱりこう市長も力を入れてるわけですよね、そうですね、実際 ね先ほどもこうやってお写真ありましたけれども、はい、こうやってその市長もね、定住人口とかね、活動人口とかってこう交流、応援してくれるつばとかの、ね、人口って書いてありますけれども、うん、わあ、そっか、やっぱね、つばめとかね、うん、三条とか面白いですよね、え、動きがどうしてこう、雰囲気が違うんだ、どうしたの、何が起こった昔から、これね、やっぱり、うん、いろんな時代の流れも含めて、うん、やっぱり生きていくために何かしていかないといけないっていうのがやっぱり400年だけじゃなくて、それまでもいろいろこう自然と格闘しながら、うん、時代の荒波にってところがあるんで、うん、やっぱりその臨機応変だとか、うん、自分の持つ技術をどう生かすかっていうようなところが非常にこう転換がうまい、うん、そういうことなんだ、いや、なんかね、いや、今新潟県各地を旅してるのでね、はい、いろんな町の人たち、うん、つまりね、はい、町って人の思いの集合体だと思ってるんですよ、はいはい、で今村上熱くなってるし、はい、でね、糸魚川も今すごい、あ、新幹線が通るからまた元気出てくるわけですよ、で燕三条っていうのもまたちょっと違う雰囲気でしょ、で同じ歴史のある例えば高田、はい、ここもなんかね、どうにかなんないかなと思ってて、本当に僕燕のこと見えてくると、うん、さっきのちょうど新潟のことが嫌いになるような年代っていうのはありましたけども、うん、まあ一つ言うと、うん、やっぱりあれは地元のことを知らない、うん、やっぱり新潟のことを知らないからなってくるっていう、うん、やっぱりテレビをつけると、うん、いろんな情報番組見ても東京なんですよ、ね、うん、やっぱ東京中心、うん、特に夜なんて東京中心だったら、うん、あれだけやってたらそれ東京行きたくなるわと、うん、もうあれやってたらなってきますけども、うん、でも今地元に、うん、足元に昔からあるものや、うん、今いる人、うん、物、技術、また食ってものを見ていくと、うん、すっげえコンテンツっていうのは実は新潟ってものすごいあるんですよね、うん、なんかよく言うのが、うん、新潟県人はよく PR ベタって言うんですけども、うん、あれ嘘、うん、あれ絶対嘘あ、嘘派、嘘だと思う、嘘派、うん、あれは嘘派、うん、どういう知らんだけ、ピアノ不足っていうのは知らないから言えない。あれはやっぱり自分たちの足元の文化だとかが見えてないから、それはそう言わざるを得ないっていうか、知らないから言えないんだもん、バックボーンがないから、そうなんです、引くしかないんだ、うん、だから本当はそれはいろんな市町村も含めてだとか、自分たちがみんなが住んでいるところの足元にはそういったエピソードだとか物語だとか、いろんな文化っていっぱい転がっていて、それっていうのは本当に全国的に見てもものすごいコンテンツを新潟県っていうのは秘めてるっていうのを、やっぱり今ものづくりを通して僕は知ったし、山を走りながらもそれは、いや、ね、この前ね、ちょっと京都に、はい、まあ、仕事で行った時に、はい、商店街の方々にね、はい、新潟じゃできない質問をしたんですよ、はい、つまり、ね、例えばこれ商品だったら、うん、これ売れてますかって聞ける、うん、だからはいって普通に返事が来るんで、うん、はいはいはい、はい、売れてますって、うん、これも売れてますか、はい売れてます、うん、でもしかしてお店全部売れてますかって言うと、うん、もちろん売れてますよって、うん、でどこに同じ質問しても、うん、普通にはい売れてますって言うんですよ、うんうんうん、これ新潟 NG です。え、 NG なの、わかります、うん、わかります、これ売れてますかっていう質問をする、うん、そこそこぐらいなもんですよ、うん、
あのそんな質問しないでみたいな、あの売れてますなんか言おうもんなら、近所の人たちに何言われるか分からないっていうのは新潟によくある。これね、つまりあこういうことかと思って、新潟の人たちがアピール不足っていうのはこの謙虚な気持ちから表に出ないのかなって思ったら、もっと言うと歴史が知らない、そこを知らないだけっていう。ここを知れば言えます。やっぱ京都もそこにあるっていうのは、やっぱり自分たちの歴史と文化がある上に今うちらが商売させてもらってるっていうところがあるから、やっぱりそのご先祖さんだとか先人のバックボーンがあるっていうところの。福岡もそうでしたよ。福岡はね、京都よりも俺たちの方が歴史があるんだって言ってた。やっぱりその、その歴史だとか文化っていうのが人のやっぱりそこのバックボーンになってる、ね、でもじゃあ新潟にそれがないのかって言ったらあるんだっていう、あるんだけども、だって日本で一番古い国宝って言ったら火炎式の家ですよ、ね、俺あれ大好きで日本で一番最高のアーティストは新潟出身なんですよ。そうですよ、あれね、俺も本当夢中になるよ、ね、あれあの光を当てると本当に燃えてるような影になっちゃうんですよね、影がね。ああ言い出したらちょっと止まらない、なんかそういったものも含めてのがいっぱいあって、本当僕今山なんか走ってたりすると、もう本当に自然だけにもかかわらずもう本当にいいコンテンツ、コンテンツだらけで、僕今新潟ラバーになってるんで、新潟大好き津波大好き、津波大好き、新潟大好き、新潟大好き、ね、話聞いたわ、そういう話、ね、ほらあのこの前もラジオにね、はい、あ、ちょうど、大竹誠さんとね、出させていただいて、どうでした、どうでした、いやね、面白かったですやっぱり、すごい僕も緊張しましたけど、っていうのは打ち合わせがなかったそう、それ緊張するね。あので、その前日に、こうディレクターってか、アシスタントディレクターの方がこう1時間ぐらい電話インタビューをして、なんかちゃんと構成台本みたいなですね、今日みたいな会話をして作ったんですね。作ってこんな感じでいきますって出されたのもすごくいい台本だったんですけど、のっけからそれ違うこと言って、えっとのっけから違うと思って、おーびっくりと思いながら20分間ぐらい喋ってた。斉藤さんなら多分、ね、大丈夫よね、どっからどんな変な変化球来ても ね、なんかその後から聞いた話ですと、まあ、あの終わって僕帰った後から、あいつはよう喋るやつだという感想だったらしいですけども、ね、まあ、よう喋る斉藤さんも今度また公演があるそうで、はい、そうなんですよ、はい、あの3月15日の、あの、まあ、日曜日、あの土曜日ですね、はい、この日もちょうど新潟酒の陣の日なんですけども、あ、本当だ、これあの大河津資料館というところで、あのまず講演会なんですね、あのまあ、ちょっと大河津資料館ってところが信濃川 の、あの、まあ、文化ですね、川の文化を紹介していく資料館なので、まあ、河川交通っていうか川と産業の在り方ってところをちょっと講演しますの、のがありますんで、これあの参加料無料なので、あのぜひあのまあ、Facebook とかでしたら参加ポチって感じで会場に行っていただくか、まあ、電話していただければいけますっていう感じですね、で今あとねもう一つですね、はい、もう一つがあの NHK 文化センターってところで4月15日から3回講座で4月15日と5月と6月ってあるんですけども、まあツバメの100年企業を、あの100年企業を紹介する、講座をですね、こちら有料になるんですけども、NHK 文化センターの文化センターね、北村川で、文化センターで、文化センターのでやりますんで、ぜひぜひ見に来てください見に行ってか聞きに行ってことだね、聞きに来てください、先生やるってことね、はい、そうです。それはまあまあでもなんかまだまだ定員までね、まだ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 空きがありますね、空きがありますから、その4月15日はあと何キロ落とすの、あと何キロ、やっぱね、あとせめて 3,4 キロぐらい行きたいですね、もう4キロぐらい、3,4 キロぐらい行きたいですね、あ、出ましたね、これがその様子、はい、もう、打ち合わせなしで喋ってる状態ですね、こんな感じだったの、熱く語るってなってますね、 ありがたいですね、ね、これがラジオの時の、ね、様子ですけれどもね、大竹さんどこにいるの、これちょうどここ、ここ前にここの真向かいですからね、何食べてたの、何食べてたの、あれ何これ、何おにぎり、これお団子かな、お団子なんだ、これが持ってったやつ、水気動機の夜間を、あ、まあ、どうでできたね、夜間をですね、スプーン持ってかなかったの、スプーン今回持ってかずに夜間だった、あ、夜間なのね、夜間興味津々でしたからね、やっぱり、あ、そう、やっぱり、
ね、3月15日も、はい、ぜひは皆さんあのお問い合わせいただきたいと思いますし、で4月15日の NHK 文化センター、はい、うん、も来てください、うん、来てください、はい、よろしくお願いします。山田さんもつばめ三条行くんだよね。あ、20日の日にちょっと三条で公演しますね、はい、なんか街歩きしてるんでいろんな話を聞かせてくれっていうことで、はい、そこでしか話せないこといっぱいあるのでしゃべります、はい、これですね、今チラシが出ましたけども、そうですね、3月15日はそうですね、3月15日はね、写真変えよう、うん、変えた方がいいじゃないもう変える、変えよう、うん、はい、なんなら帰りここで撮ってよ、これで、これで、うん、あ、そっか、トレイルランニングショー、これランニングショーだとあんまり載せられないのか、どんな感じで公演するの、こんな感じ、こんな感じずっと喋りっぱなし、一人喋り、まあ、まあ、やっぱりこうですね、あのスライド使いながら、使いながら、まあ、産業の発達と、まあ、先ほどのこう、はい、ツバメの話じゃないですけど、その水と関わる、水があってこそ産業につながってったっていう部分の話を、ただいまいろんな情報また見つけて見つけて見つけて、ちょっと今まだ探せば出てくるんだね、どんどんとですね、すごい、もう妹さんがこうやってこういうのない、初めてかもね、初めてかも、ゲストで妹さんがなんかこんな一生懸命ね、うん、家族がね、うん、積極的に参加して、うん、感動した感動したいかん、こんな予定じゃなかったんだよな、私たちは目論外し、すごいね、これほら名言になるんじゃないですか、ね、バックボーンの上に私、ね、今私たちは立っている、このことへの感謝が自らを語る始まりだっていうことです。街歩き宣伝してやって、4月19日僕また街歩きのナビゲーターします。え、4月何？19日土曜日、土曜日街歩き、街歩きの僕まナビゲーターしますんでね、街歩きの宣伝もしてよということで、はい、あと皆さん宣伝はないですか、ツバメの皆さん今のうちに行こうね、今のうちに皆さん、ツバメの皆さん取らないといけないね、え、どんどん宣伝して、妹さん知ってる限りでいいんですけど、今この人彼女いるんですかそれはまずいでしょ公の電波で狙われるでしょ、ほらもう山田さんがもうどん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 もうやはめたけどもはめようとして今ね、来た山田さん、来た方が来た、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 あ、僕もほら、はい、山田さんがね、君ならできる、君ならできる、これ T シャツ変えた方がいいですよ、T シャツね、君ならできるに変えた方がいい、これでいくんでしょ、これでいこうかな、これでいかなきゃダメですよね、半袖でいかないといけないですからね、熱い男を演出していかないといけないですからね、いやー、ツバメ三条、じゃあちょっと、あ、これ街歩きのプレイベント、はい、あ、プレイベントなのね、それで街歩き、あ、なるほど、ああ、いや、あの、はい、クラちゃんから、あ、クラちゃんから、クラちゃんからデルキさんので、あの、終わってから懇親会があるっていうのは絶対行きますって言いました、これ4月行くんじゃない、僕あるんじゃない、ないかな、ここないかな、まだ出てないかな、あ、まだ出てないかな、どうですか、ツバメのこういうこれだ、あ、これですって、これだ、お、このツバメ田んぼ、ヤスリを訪ねて、ヤスリを訪ねて、あのツバメの産業で、やっぱりスプーン産業って有名ですけども、スプーン産業以前の、まあ、基幹産業って言いますかね、あの本当に根幹を占めた産業の一つにヤスリ産業ってあるんですよ、ヤスリね、ヤスリ作りもツバメは盛んだったんですね、日本二大産地って言われたところのうちの一つなんで、まあ、その痕跡をですね、訪ねていく旅なんですね、こんな会話しながら行きますよ、疲れるか楽しいかどっちかだね、疲れると思います、聞いてる側が疲れると思うんですよね、本当に出る人ちょっと睡眠よくとってこないで、体調よくしめたら出かけるかも、本当にある思いますね、途中で走るかもしれませんからね、動きやすい格好でお願いしたいと思います、ぜひツバメの皆さん、僕とヒロイさんも呼んでください、呼んでください、僕ら2人もお願いします、いやでもまたツバメに行きたくなったし、ね、またなんかね、背脂ラーメンも食べたいなとか ね、お邪魔しましたよ ね、本当に、いやもうあのツバメ三条とか皆さんのやっぱりこうなんか熱気っていうのは伝わってる、やっぱね熱がね、あそこねなんか違うんですよ、よくあの公園来られた方とかが暑いっていう、なんかねとにかく温度が3度ぐらい暑いってね、来ますね、はい、ということで、はい、本当に妹さん9月16日生まれかってそこまで、すごいな、ね、ありがとうございます、はい、ではそろそろあお時間でございますので、あのものを例のブーツを、はい、あ、着替えちゃったしね、あ、着替えちゃったしね、あ、ちょっと待って、これ着替えてくれる、上だけ羽織ろうか、上だけ羽織ろうか、うんうん、そうですね、ちょっと着替えてきて、着替えて、うん、着替えてきて、着替えさせるっていうね
だってさ、そういうふうに書いたんだもん。そうだよね、そういうふうに書いた。あ、大丈夫？ほらほら、いいの、これでいいの。でもネクタイないと痩せたから切れるでしょ。そうか、痩せたから切れるアピールね。うんうん、そうそう、あー、ね、スーツもなんかダボダボになった。襟がなんとか、はい、うん、大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、着ても、おぐしは大丈夫ですか。おぐし、頭は大丈夫ですか。おぐしは大丈夫です、うん、ちょ決めてきたんだよ、今日。今日ね、うん、走り終わったちょっと普段つけないからね。さあ、はい、いかがでございます。このままスーッと上げてください。はい、どうぞでは皆さん、カメラ目線でお願いいたします。ちょっとね、シャに構えてます。シャに構えいやおかしいな。今日こんないい話になると思わなかった。でも、うん、いや本当にね、妻家の財産なんでしょ。そうですね、そう言われるのが分かる気がしました。振らない振らない振らないあの、分かる気がするね。ありがとうございます。ねえ、どうするのこれからインディー斎藤、はい、まだまだ走り続けますね、公私ともに走り続けます。公私ともに走り続ける。もう僕はね、160キロのレースに出るためにはもう鍛えてますんで、ね、そっちなんだ。そっちなんだ。え、妻がどうのこうじゃないの。まだまだ違うんだ。あの、執行は160キロ走るとか。なんだそっちかよ。最後これか。最後これか。160キロ走るぜ、俺は。まだまだ止まらねえぜ。いや、でも今日ね、すごい勉強になった。なったね。うん。うん、使える。今日ね、喋ったの全部俺パクる。バックル、これはさ、3月20日の日に何気なくね、ちょっと言っちゃう。だからこの番組を見た人たちはあれあれあれねえ、あれあれ、まあ、斉藤さんに会いたい方は津波飯産業資料館。これはあの、義理の弟の街歩き、兄弟でね、義理の弟の街歩き、これは義理の弟なんですか。まあ、てっちゃんなんですわ、はあ、てっちゃんなんで、義理の弟、さっき参加してくれた妹さんの旦那さんのこと。です。あ、そうなの、はい、お前やっぱ兄ちゃんみたいな人好きになるんだじゃないよ、しゃべるさ、兄ちゃんみたいな人好きになるんじゃないの、きっと。そういうことでしょ、よく似てるんじゃない。似てますよ、もうこのね、兄弟、僕らがそっくりですから。あ、そう、藤井さんっていうんだ。ああ、藤井くんと僕がもう本当に兄弟に見える。さらに藤井くんのお兄さんもそっくりなんですよ、うん、合わせて三兄弟って言われる。いや、いい兄弟でいいですね、もう。なんか嫌だな、みんないい話で。いい話で、なんかツアメがすごくいい子で、マジでね、羨ましくなっちゃうぐらいですね。目論み外し。いや、見事にやられました、ねえ。どうでしょう、僕らも全く台本なしで喋ってましたけど、はい、どうでした、今日は出ていただいて。いや、本当楽しかったです ね、 ね、これ来週も続きあるんですよね前編とか、前編ないですけど、ね、もうちょっと知りたくなってきた。そうでしょう、うん、このままじゃあ次行きますか、うん、ね、本当そんな気持ちになりますけれども、ね、ね、ありがとうございます。斉藤さん、本当に、ありがとうございました。今後の活躍も期待したいと思います。はい、また来てくださいね。あ、もう呼んでくださいね。走ってくるんだって。走って、そう、走ってきますから。今度は妹さんを連れてきて。じゃあ妹も今ね、山走るんで。走ってるの？え、妹それで走ってんの？妹も山走るんで。あ、やっぱ兄ちゃん追っかけてんだ。あ、そうですか。もういい。もう終わろ。終わろ。あ、はい。あ、義理の妹さん、兄と旦那は似てる。あ、兄と旦那は似てるねー、そう、まあ、これが義理のマーク。あ、あ、そう、これ何のマーク、やっぱり鉄、鉄道のなんか、鉄マークなんですよ、これ。やっぱそういうマークなのね。鉄マークなんですよ、これ。いや、あったかすぎる。あったかすぎるわ。鉄マークなんですよ。もう走って帰ってくれいや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。本当に悔しいかな、うん、勉強になった、うん、悔しいけど、ね、またぜひよろしく、よろしくお願いします。ありがとうございました。ヒロさん、次回は、次回はですね、3月24日月曜日、うん、夜8時からなんですが、はい、新潟経営大学准教授の、うん、福田拓也さん。あ、この方もお会いしたことないんですけど、はい、もうね、スポーツ、まあ、経営とかいろんなね、うん、まあJ リーグのもいらっしゃったし、もうだから本当いろんなことを、まあ、されてるっていうか、多分勉強になりますよ、これまた。これまたスポーツの方からまた新潟を見てくれるかもしれないし、うん、ダイエット、え、ダイエット聞ける、ダイエット聞けますよ。そうなの、そんな知ってらっしゃる。 違うんだってそっちじゃない、ジェリーグ
さ、もうさ、ね、カレー残す食べてね、食べてね、いただきます。ダメだよ、今日食べないと返さないよ。返さない、どう食べますよ、食べ、カレーというものですね、一皿の中に国際的なね、こう掛け合わせなんですね、これ、カレーっていうのは終わんないよ、終わんないよ。カレーを日本に普及させたのも新潟出身の誰、加藤さんって方ですね。でなんかさ、こういうのがさ、なんでもう終わろうって言っても、え、何って聞きたくなるんだよね。泣いちゃったな、本当にな。関東大震災の時ですね、復興者ですね、はい、カレーだった山田光、松井弘恵、アーデコーデー、この番組は異色亭方正丸、串屋風鈴、美容室中山、守る建築株式会社、ナチュラルグラス工房の協力でお送りいたしました。はい、今日はアンパイ君がお休みでした。最後に言うんだ、最後に言うんだ、はい、で、はい、何このカレーが、ね、カレーが、カレーのカレーっても復興食で、では皆さんさようなら、広まったんですよ。関東大震災の時までは結構上流階級しか楽しめなかったのがカレーなんですよね。夢の旅へいざなうようへ、君と一緒にポリラフォー、月明かりを浴びながら、yeah, yeah, yeah.夜明けまで語ろう。 Can you believe my dream? 愛は求めちゃいけないものさ、愛は感じる、yeah, 手をつなぎ、 yeah, yeah. We can't ask for nice day. 今日以上になんとかなる、oh yeah 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 yeah. We can't ask for nice day. 今日以上にナイスな日はない。ほんと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 。さあみんなで踊ろう。ハグしよう。